You're still running my head, eh? I walked into that match with all the confidence as a very big dicked motherfucker. And it wasn't about me showing disrespect to Okada at all. It's just I wanted to prove a point that being a junior heavyweight, I can hang with the heavyweights. And I came so, so close to being the Rainmaker. I guess that's an accomplishment in itself. Maybe one day we'll do this again. Maybe. But for right now, I best head back to England, rest up, come back stronger, and put this junior heavyweight title on the map. Thank you very, very much, Okada, for the lesson. Well, you know, it still feels actually quite weird. Over 2 years ago, I was watching New Japan at home in England. And then I got to face Okada. And then because of that match, he brought me here. At the 46th anniversary, 46 long years of New Japan Pro Wrestling. And some British kid that's main evented it. That's an accomplishment in itself, I guess. I love this place so much. Oh, my neck though. Love you guys. Yeah.横田選手、今年もこの歴史的な日メインに締めくくられましたが、どんなお気持ちでしょうか。まあ、46周年終わったなと、また明日から47周年目、またどんな47周年になるのか、楽しみに明日からまたやってきたなと思います。リング上でも言葉ありましたが、オスプレイ選手と久しぶりにシングルで向かい合ってみて、どんなことを感じましたか。可愛いっすよ。プロレスへの愛情というのも姿勢を伝わって感じましたし、お柄に対しての愛情というのも感じましたし、それをしっかり僕も愛で返せれたと思います。岡田選手自身の戦いもオスプレイ選手が相手ならではの動きというのも結構あったかと思うんですよ。まあすごいレスラーだなと思います。オスプレイが新日本プロレスいればね、当分安泰なんじゃないかなと思いますよ。その次ではインターコンチのタイトルマッチもありました。 IWGP チャンピオンとしてはその試合どんなふうに何か感じたことはありますか。いや、まあ見てないですね。そんな他の試合に見てられるほどオスプレイってのは余裕じゃないと思いますので、そんだけのレスラーですか。まあインターコンチはインターコンチで、 US は US で、ネバーはネバーで、ニュージャパンカップはニュージャパンカップで盛り上げてくれたらいいんじゃないかなと思います。そのニュージャパンカップですが、岡田選手チャンピオンとしてはどんな気持ちで待たれるというか望まれるでしょうか。まあ余裕で待っていてやろうかなと思います。もう待ちくたびれてるんですよね、こっちは。もう何年ですかこのベルトを取ることができない状態が続いている中で、誰も本当に長い間やってますので、待ってます。この俺を倒してくれる人がニュージャパンカップ覇者でありますように。本当にオスプレイでも良かったんじゃないかなと思いますけどね。そのぐらいの今日のオスプレイは勢いがありましたし、まあオスプレイのは勝てそうだったんじゃないって思われないぐらいニュージャパンカップ盛り上げてもらいたいなと思います。改めてリング上でもありましたが、47周年目その次の先に向けてチャンピオンとしてお願いします。まあ、まあ47周年、まあ、本当さっきも言ったようにオスプレイがいれば新日本プロレス大丈夫なんじゃないかなと思いますし、別に俺が辞めるわけじゃないですけどね。まあオスプレイがいて岡田がいるっていうことは
新日本プロレスはオスプレイかける岡田かんなみを振りますね、お金ですよ。オスプレイかける岡田イコールお金、もうそんぐらいの2人が揃ってる今の新日本プロレス、47周年ももっともっと先を見ていきましょうよ。本当新日本プロレスのレスラーでいられることを誇りで、プロレスラーっていうのを誇れるように新日本プロレスというかプロレス界を盛り上げていきたいと思ってます。ありがとうございました。代表は以上です。年前にこの体育館で岡田選手がケイオスのニューメンバーとしてノースプレス選手として紹介されたんですけれども、はい、あれから2年経って、まあ、チャンピオン同士でシングルができたということについてはいかがですか。いや、まあ、本当連れてきた甲斐があったなという感じですね。まあ、もちろん連れてきてはいおしまいじゃないですし、連れてきてやっぱ大成功してほしい思いもありましたんで、そんな中で IWGP ジュニアのチャンピオンになっただけでも嬉しいですし、またこういう舞台で46周年っていうもう二度とない大会なわけじゃないですか。46周年っていうのはそういう大会の中で2人で戦えたっていうのはなんかいい思い出ですね。2人としての、大丈夫ですか。ありがとうございました。ありがとうございました。